こんにちは、日野です。今日は2024年の10月の28日になります。今日もですね、あったかいですね。で、昨日日曜日、大阪に行ってきたんですけれども、非常に暑いぐらいですね、日差しも強くて、気候のセミナーがありまして、行ってきました。来られた方たちもすごい暑いですね、ということで。かなり昨日は暑かったですね。冷房を入れてやってたぐらいなんで、かなり、気温も高かったような気がします。で、今日も、なんか蒸し暑いなっていうところですよね。まあ、この10月後半でこの気温っていうのが、逆に気持ち悪いというかですね、大丈夫かなっていう気もするんですけれど、何もなければいいなと思います。選挙も、自民党が過半数割れということになりましたので、これからいろいろ動いていくことになると思うんですけれども、どのように展開していくのかっていうところとですね、いろいろ仕掛けがされなければいいなと思うんですよね。仕掛けというのか、今回の結果っていうのもおそらく裏で手を引いている人たちはですね、予想していたはずだと思いますね。だからある意味シナリオ通りなのかもしれないなという気もします。いずれにしてもですね、これからそのあたりをしっかりと見ていく必要があるというふうに感じています。昨日は気候の学びをさせていただきまして、気候っていろいろ見ていくとね、僕も今まで学びをしてきた中でもね、今回また新たな気持ちで学ばせていただいています。で、奥が深いなと思いますね。よく言われる正気心っていうその3段階のものがありまして、正をこう漏らさないっていうの、正を貯めるというか、正がこうしっかりと自分の中で育つようにしていく。で、気っていうのは気ですよね。で、心っていうのは神って書いて、心なんですけれども、そのあたりをレベルアップしていくというのか。で、そのためには一番土台となる正を漏らさないというね、部分が重要になってくると。で、普段の生活、連行とかね、それから食生活含めて、そういった性をしっかりと維持しながら、こう、増幅させていく。それによって自分の気、出せる気っていうのも違ってきますし、あとは、自分がこう出そうとすると、気を消耗してしまうっていうのがありますので、そのあたりって、ついついね、こう、気を出すっていうね、イメージになってしまうわけですけど、実はそうじゃないというところで、ちょっとクーラーを入れますね。ちょっと暑いなっていうところなんですけど、ですから気を出すっていう感覚、気候ではそういうことではないというふうにね、先生はおっしゃっていましたね。確かにそうだなと。ついつい僕たちはエネルギーを出して相手に与えるみたいなイメージがあるんですけど、そうじゃなくて自分の気をですね、しっかり、いい状態にして、で、むしろ相手云々よりも自分の気をですね、充実させる。で、その中で相手と共にあるっていうところで癒していくことができるみたいな、ちょっと言い方が、難しいですけれども、出すんじゃなくてむしろ入れるというかね、自分の気を高めていく、それで勝手にヒーリングがされていくみたいな、そういうイメージですかね。だから自分の気を消耗するのではないというところですよね。そのあたりを学ばせていただいて、なるほどなということを、感じましたね。だからちょっと自分の今遠隔ヒーリングもさせていただいているんですけれども、そのあたりのことにも通じる学びというか、そこではですね、遠隔のヒーリングっていうのも学ばせていただくんですけれども、そのあたりを僕自身もまた改めてね、しっかりと学びながらですね、実践していければというふうに思っています。で、またそういったこともね、お伝えできればいいなというふうに思っていますので、とりあえず今自分のこう
気を高める、気を練って、気を高めて、自分の土台、健康の土台を作っていくっていう、ところをしているところですね。静、気、心っていうふうに上がっていきますので、今は静の段階、静をしっかりと、貯めて練っていく。そして気、気を次は練って、最後心、心の段階に行くというところで、究極的には、生かされている存在、すべての、存在、周りの存在と共にあるというか、自分一人で生きているわけではないし、自分一人で生きていけるわけではないということですよね。そのことにしっかりと気づくというか認識して、で、周りの存在とか目に見えないもの含めて、すべての、万物と言われるものに、僕たちはですね、生かされているというところに立ち返って、そこが原点だと思うんですけれども、そういう意識で、周りと共にですね、こう発展していく、発展繁栄していくというところで、そういうふうに見ていくと、他人と自分って分けるっていうのもね、おかしくなって、おかしいというか、他人と自分を分けるものでもなく、自他共にというふうになっていきますよね。で、自分と他人は一体であり、相手は自分自身であり、相手の存在っていうのは、つまり自分自身を見ていることでもあるというふうなことにつながっていくんじゃないかなと思います。ということで、今回はですね、以上になります。ありがとうございます。